皆さんこんばんは、松本幸です。クリスマスイベントに来ていただいた方はもうご存知かもしれませんけども、OSL 隊がニューアルバムを出しました。そしてそのアルバムはロックをコンセプトとしたアルバムになっております。今日はそのアルバムのレコーディング風景をお届けしたいと思います。過去ですけども見てください。たとえ答えは見つからなくてもその果てに何かを掴む時まで。お疲れ様です、体力を使います。なんか前編で張ってる感じがあって、うんうんうん、曲の抑揚があるだけにちょっともうちょっとなんか目に張り付いたら良くなるかな、はい。私の曲は、タイトルが「かげろう」と言いまして、そうですね、なんか発注曲を発注した時はすごい本当にかっこいいロックが歌いたいっていう、そのギターソロとかがすごい感想とかに入ってて、そして全体通してドラマティックな歌が歌いたいっていう風に発注したんですけども、まあそういう本当にメロディアスな感じのロックになりました。激しいんだけどもメロディアスみたいな。で歌詞はそうですね、ちょっといつもポジティブな感じの歌詞をよく書くので、今回ちょっと悩んでみようかなみたいな感じで、そういうちょっと何かに乾いているみたいな、欲しているっていう感じの歌詞を書いてみました。かっこいい曲になっていると自分では思ってます。聴いてください。お疲れ様です。いやー、わからない、どうだろう。まあまあ、あれ、あれ、はぁ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 、まさか恐怖の、ま、恐怖の保存されてないみたいな。自分はノートなんで大丈夫なんですけど、ノートじゃない方いたわ。どうおぉ、どういうことだ。傷だとトラブル発生です。それティナとしてどう思いますか。ソランの歌らしいですよ。もう一度やり直させていただきます。しっかり言われます。なんかね、花様の顔がちらつくな。じゃあディレクターだもん。ディレクターだ。えじゃねえよ。えじゃねえよ。そうですよ。そんな。いいか悪いか偉そうに言って、偉そうに。よーし。すんごいふんぞり返って。死ねって言われるんだよ。死ね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 。そんなもんか。死ね。俺言っとくけど、俺けなされるとへこむタイプだから。そうだよね、当たり弱い人なんだ。褒めて伸ばしてくれ。頑張って褒めるよ、うん、頑張って褒める。頑張らな褒められる。褒められるように俺頑張れるみたいな。たとえ夜空の星が消え去ろうとも、僕は永遠に君を愛す。星がああってなってるのが、もうちょっと自然にあのガッガッって上がるんではなく、あのローローと星がああれな、どんなメロディーやったっけ。たとえ夜空の星が消え去る。うん、そう、そんな感じ。そうそうそう。今回の曲のコンセプトとして、ちょっとビジュアル系のバンドを目指して作ろうっていう話で作りましたので、音楽、はもちろんのこと、詩もだいぶそういうちょっと幻想的な世界を表現できればと思って、僕が書きました。今回ちょっと初めて作詞とかもやらせていただいたんですけども、とても楽しく、かっこいい歌になったと思うので、ぜひぜひ聴いてください。でですね、今回コーラスでですね、伝承歌劇団の、ダーナさん、ボーカルのダーナさんがですね、ちょっと僕の曲に、コーラスで参加してくださいまして、とても豪華な作りになっています。おー、なんか
いいね、うん、なんか素敵だわ。また笑われるのかな。歌ってんのに。そうね、大体笑われますって。笑えなくなりますって。いやなんね、徹底的に笑うよね、みんなね。まあそうとか笑っといて、お家では結構まあでも、花様かっこいいって言ってる人はいるから、うん、言ってる人はちゃんといるから。いや、ちゃんといるから。そうそうそう、お客さん増えるんじゃないかな。増えてほしいな。見事にできたら増えると思う。こういうことできるんだって思ってもらえるんですよね。そうさ、そんな力抜いて全然。両手掴んで微笑む君は眩しすぎて、今はもう怖くない、君と歩んで行こう。今までなく素敵です。素敵ですね。これは乙女は落ちますよ。落ちますよ。プラダさん、これは落ちますね。落ちますね。これは落ちます。雰囲気ありますね、本当に。いいですね。優しげでとってもいいですよ。女子二分してほしいよね。鼻吐くと鼻と裏と裏で七割ここがもう。王者も別格だと。王者も別格。何をも受け入れよう、姿を見せぬ星よ。いいじゃん。いい。いいです。うん。やってもいいかな。おお。あらあら。向上心。素晴らしい。ちょっと調子いいんだぞ。今まで歌ってきた中で一番歌いやすいと思うんです。だよね。そう思った。私も。気持ちいいところまで。無理がないもん。うん。じゃあ やろうか、もう一回。すいません。はい、どうも、浦田優です。イエイイエイ。はい、というわけで、曲についてということで、お話ししたいと思います。話せば長くなるんで50分ぐらいは覚悟してください。曲のコンセプトは、まず僕がその作ってほしい、どういう曲が欲しいみたいな感じを聞かれて提出したものがあって、それが返ってきたものがすごいファンタジー的なイメージだったので、ちょっと世界を救うお姫様の気分で、まあ男ですけどね、まあ、気分で歌詞を書き、歌ってみました。なので、まあ、女の子が聞いたら少なからず共感してくれるとありがたいかなっていうような歌ですね。あと決意と旅立ち、そんな感じです。はい、なので皆さん聞いて自分で歌ってください。僕の歌は下手くそなんで自分で歌ってください。はい、そんなわけで浦田優でした。イエイエイ。今でファンが減ったかな。流してくださいみたいな。流してやってください。全然ディレクションらしいディレクションしてない。二箇所。二箇所くらい。どっか二箇所。どっか二箇所がおかしかった。曖昧な。お疲れ様でした。知恵熱が出ました。知恵熱。スタジオなんか暑いですもんね。